せーの、本日のよろぴこ。ドラマに負けないプレイボールよろぴこ。でも最初、でも最初からメジャーじゃないでしょ。マイナーよ。マイナーでしょ、うん、だからメジャーあってトリプル A があってダブル A があって、はい、シングル A、うん、これでルーキーで、ルーキーでしょ、うん、はい、ルーキーが年間40試合ぐらいかな、はい、うん、で、これはシングル A は140試合、はい、うん、あって日本よりも多い感じだって、うん、で、まあ、自分もあの校長でさ、うん、投げてで終わったら、まあ、あと十何試合残ってる時にメジャー上がっちゃったんだけど、うん、でもそれでもカリフォルニアで8つチームがあって、うん、そこで優勝して、うん、で俺はあのベストリリーファーって、ね、うん、なって、そして新人王になって、うん、だから、ね、年が明けてからかな、優勝リンクもらったよ。そういう 3A とか 1A とかそれ全部あるんですか。ある、うん、あの下の方でも優勝ある、ある、あ、すごいな、うん、クローザーですもんね。最後やろアメリカで。まあ、立ちはリリーフ、まあ、マイナーでもクローザーですけど、ただあのセーブとかそういうのはついてなかった、ああだけどマイナーでシングルエアだけどさ、うん、104回106回だったな、イニング投げて、うん、で159三振取った。おお、すごいですね、うん、早かったですね、うん、まあ多分早かったけど、カーブもいいしコントロールもいいし頭もいいし顔だけ悪かった。それで一緒の契約ですもんね、メジャーでしょ、うん、うん、それはもう俺行く時には何回出る時にね、うん、村上君は3ヶ月の予定だよと、うん、新人は1シーズンだよと、うん、口で聞いたんだ、うん、英語の契約書でここにサインしてとかでね、一応サインしてさ、うん、契約書なんて分かるわけないよ、うん、な、日本でも分かるからで行ったら、まあ、球団の人もはっきり覚えて分かんないんだよな。そしたらよかったら向こうにいて、向こうにいて、あ、こっち楽しい、うん、ね、帰っても給料一緒だし、うん、ね、こっちにアメリカにいたら、あ、あの休みはあっちこっち行ける、うん、ペボルビーチも行ける、うん、ね、休みでパークだ、あっちを観光もできるし、はい、ね、で、で楽しいな、楽しいな、うん、あ、もう1年いたいな、うん、そしたらあの8月の20日ぐらいにさ、うん、世の中から誰かメジャーに行くぞって俺も言葉を分かり始めたから、うん、で何だったらこういうあのルールがあるんだ、うん、そしたらもう28日かな、うん、8月の監督がお前もメジャーに行くぞって、うん、だその時はもうリーグ優勝したんだけど、で18勝したピッチャーもいたし、うん、でリーディングヒッターし、うん、ね、はい、バビーテアラってね、ね、阪神だから来たんだよな、センターやったのね、で、あのアリブランってライトやったの、ホームランと取るようになってね、それもいたし、だからそいつらだろうっていうことで、うん、俺が何話してんだって言ったら、うん、あ、お前もあるかもなってなって、うん、言ったら本当になっちゃった。英語喋れるんですね。わかるよ、うん、すごい方って何だろう。だから最初キャンプ行ったらお前何しに来たんだって言うからね、うん、分からない、なんか何しに来たんだって、でもどういうふうに答えていいか分かんない、うん、あの子、広田美恵子のね、バケーションっていう歌が、うん、ありましたね、はい、バケーションで来たんだよって言ったらね、分からない、辞書を2つ持ってったから、うん、開けて、はい、開けてね、うん、で、これで、あ、バケーション発音でね、あ、なるほど、なるほど、これで、アメリカの車は何が日本じゃ人気あるんだ、どうしたんだよ、そんな車はない、はいはいはい、モスタングがある、ない、それで言ってったら、それはマスタングだよ、あーローマ字で言ってるわけ、あー、なるほど、うん、な、確かにそうですよね、だから今日本の野球もね、はい、カットボールってあるでしょ、はいはい、みんな、はい、あれないのよ、アメリカには、あ、ないですか、ないよ、アナウンサーって一回も言ったことない、カットボールって言わない、へー、だから俺もあのヤンキースにいたカットボールな、うん、だけどマリアのリベラって言ったんだよ、うん、クローザーに、はいはい、それが現役の時に俺会って、はい、お前のボールはなんカッターだっつって、カッターって言いますね、うん、でカットボールって言わないのだったら言わない、ね、カットボールってザを TH ザを入れるとね、うんうん、
中継手のセカンドが、カットザボールね、あそういうことね、うん、じゃあフルネームなんてカットファーストボールだ、だからやっぱり今は特にそういうのが分かってる人が多いからさ、大マジで入れちゃう、来ちゃダメなのよ、それはもうどこの放送もカットボール、カットボールなのよ、カッターですね、カッターでいいのよ、ヤンキーズの抑えはすごい有名な人だったですもんね、俺は絶対放送ではカッターって言って、ここで時々カットファーストボールって、なるほど、そこ要注目ですね、勉強になりますね、いや要注目で、そのうちカットボールって言い出してくる、言い過ぎになるんですよ、みんなが使うから、言うからね、ああやっぱ違うんやね、違うんですよ、カッター、今ボールがさ言うやん、ツーシーム、フォーシーム、いわゆるカッター、チェンジアップ、だから昔からあったのは、まあ、ファーストボール、カーブボール、そしてスライダーかな、で、リベラーってカッターになって、で、日本でいうシュートっていうだろうか、シュートは右のピッチャーが投げるとかシュートっていうらしいんだよね、向こうではね、ムービングファーストボールだな、そして、アメリカでは俺が投げるじゃない、ただシュートって言わない、スクリューボールって、あ、スクリューなんですか、だ船のスクリューの回転が、それは昔のね、ジャイアンツのピッチャーが投げた、そしたら左のピッチャーが投げるのはスクリューボール、なるほど、フォークボールはフォークボールですか、向こうはスプリット、あ、スプリットになるわけですね、スプリットボール、おお、いろいろあるんですね、勉強するなあかんね、はい、そうですね、俺はいいけど、俺はカットボールって言って、カッターです、カッター、カッター、カッターあったら、切るカッターもきそうだね、だからボールをスライダーは、まあ、こうやったらこれからちょっとこうやって、はいはい、カッターっていうのは要するに例えばここが真ん中とすればね、だいたいこうやって通信フォーシーンでこういうような感じで開けて持つじゃない、はい、でそれをリベロはこういう感じで、真ん中でちょっとこうずらして、それでそのままビュッと投げるとひよっててスッとこう、はいはい、昔のピッチャーの人って本当のスライダーですよね、スライダー、こういうね、本当にこう落ちないでね、こう横スライドするっていう感じでね、こういうんじゃない、本当こうですもんね、あれはやっぱり日本人はその力がないから、日本人がそうやったと思うんだ、ちょっと落ちますもんね、そういうのある、日本人で初のメジャーリーガーになられたわけじゃないですか、その後ですね、で、その時の初めてのちょっとマウンド、まあ、調べたところで言うと4万人の観衆の中名前がコールされて、緊張を紛らわすために、マウンドに行く時に坂本九さんのすき焼きを口ずさみながらマウンドに上がったっていうのは本当なんでしょうか、僕はちょうどね、スケキソングが流行って、はいはい、最初の頃はニューヨークの方、あっちの方でね、歌をやったらね、流行んなかったんだって、それをね、聞いた感じではね、それをね、自分がやったフレズの方に持ってきて、あそこ日本人が結構いたから、で、その歌をやったら、みんなが結構歌ったらしいんだ、で、その歌をじゃあロスへ持ってったの、ロスへ持ってってや流したら、バーッと広がって、すき焼きソングになって、で、まあ日本じゃそれ流行って、で自分も行って、やった時に、何十時までプレーしたのはね、薄暗い球場でさ、500人も入ったななんていうところでやってるわけでしょ、そしたら、角取り高専のね、メッツの球場できたばっかなんで、ね、そこでさ、4万超えたお客さんの中で上がったらいかんなと思ったから、レフトのポールからさ、出てきた時にピーピーギャーギャー言ってんだけど分かんないんだよ、で、ちょっとハミングしながらさ、まあ、今走ってっけどね、歩いて行って、それでマウンド上がって、まあ、ウォーミングアップしたんだよね、どうだったですか、やっぱり緊張しましたか、意外と、要するにポールのところ入った時には、おお、すげえなって感じ、ブルペンから見えるよ、スタンドは、でもグラウンド入った雰囲気とちょっと違うからね、すげえな、自分も悩む、ああと思ったけど、歩いても、もう、なんていうかな、ラインを越えて、サードの後ろぐらいの時は、もう普通な感じになっちゃって、いや、でもすごいですよね。
日本人が、まあ、普通我々の時代はその日本人の野茂さんが行ったり、マックス鈴木さんの活躍を見て、あ、日本人初ぐらい思ってたら、そこでやっぱりマッシー村上さんの話題がどんどん取り上げられていったじゃないですか。やっぱりあ、こんな偉大な人がいいんだなっていうことからやっぱり始まったと思うし、現実で鶴岡さんがいなかったらダメってことだもんね。まあそうね、口約束して、うん、だって あの時ってだって絶対そういうあれはなかったですもんね。アメリカに行くとかキャンプは行ったよね、ジャイアンツは。あのですよね、フロリダ行ったり、何回もハワイでやってね、野茂さんの連れてもらって、それで芽が出たということもあるし、キャンプには行ったけど、だから自分が入った要するに63年には、うん、中京商業に林って左ピッチャーいたんですよ、うん、ね、エースがドラフトで言ったら1番だろうね、うん、彼が、キャンプの途中、日本のキャンプの途中にね、あれはね、ミネソタツインズかな、うん、2週間ぐらい行って、うん、あれ杉浦さんと行ったかな、うんうん、それで帰ってきて、それで日本の開幕に合わせてうん、やったんだけどね、うん、メジャーリーグ11回にチームがさよなら勝ちして、アジア人初のメジャー勝利投手になったという、その時の話で聞かせてもらってもいいですか。11回11回にチームがさよなら勝ちして、で初勝利、初勝利、初勝利ね。あれは、64年の9月の29日ね、ヒューストンコルツ45って、アストロスじゃないの、コルツってピストルのね、コルトね、はいはい、日本名だったらコルト、コルト、うんうん、コルツ、ね、あの名前だったのよ、うん、それをあの 2,3 年前にできたチームで、うん、メッツとね一緒で、うん、球場行ったんですよ、はい、まあその勝ちの時じゃなくてその前に、はい、たらそこはもうあのマイナーがやってた球場みたいで、うん、もうスタンドは厚い板が敷いてあるだけでさ、こうやって練習してね、終わったらね、あのお客さん、見てるお客さんみんないなくなっちゃったので、選手ももちろんロッカールーム入ってるよな、うん、で俺は分かんないからさ、まあ、何人かこうスタンドにいたり、それで俺ブルペンの辺でこうなんか誰かと話してたら、うん、俺あれ何って言ったらさ、向こうからあのレフトの向こうのスタンドの横とからすごい大きなトラックみたいなね、うん、出てきたよ、うん、こうしたらさ、こんな太いパイプがあってさ、うん、それを車から乗ってブーンとこうやりながらスタンドへさ、あの薬剤、あはは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 、蚊が多いから、はい、蚊を駆除して、それでまたお客さん入れたの、うん、そんなことがあったんですね。そうそう、そこでやって、うん、一番最初のないところそこでやってさ、それでゲーム中に、まあ、あの勝ってるゲームだったんだけど、監督はね、俺はベンチにいたから、だからブルペン行けって言うから、うん、行って座ったんだ、うん、で9回さ、うん、あれワンアウトだったかな、ランナーが出たんだな、そしたらタイムになってね、監督出てきたんだよ、うん、そしたらブルペン電話があって、うん、村上行くぞになって、うん、えっ、おお慌ててさキャッチボール5、6球やってさ、はい、マウンド行ったよ、うん、あ、うん、それで、7、8球目ペラで、そのゲームピタッと抑えちゃった、うん、だからウォームアップはね、ほとんどやってない。肩のコンディションは向こうではやっぱりあのいい教え方をしてる、うん、あ、そうですか。だからメタルやったら投げさせてない、投げるときは投げる、休むときは休む、だからウォームあのアップするとき早くできる、うん、毎日投げてるのはアップするの時間かかる、そういうのあるんですね、やっぱり。そう、肩を使わないようにできたりして、そうそうそう、投げない時には休ませておけ、うん、その代わり始めたらもうね、本当に10球ぐらいでビュンビュン投げるようになる、うんうん、それがアメリカの方式、うん、だからある程度出来上がってコントロールがいい人はね、そうやった方がいい、うん、日本は何でもかんでも、おい、ひょっとしたらピンチになるか分かんない、うん、やめて、はい、ありますね、20球ぐらい投げて、うん、ありますね、大丈夫だったから休める、うん、気がついたら 100ぐらい投げてます、ね、昔さ、日本ハムの時もさ、高橋直人先発で調子が悪い、直さん、直樹がね、悪くてさ、うん、こうやってピンチにピンチになる、そうすると俺2回ぐらいからね、ブルペンでやべーっつって抑えた、うん、でまた3回からまたやべーっ1試合7回やったよ、うわー大変ですね、コーチに言ったら
いい加減にしてくださいよ、ね、うん、こんなんじゃ俺は潰れちゃう、うん、だったらマウンド行って投げたらね、完投したのが楽だもん、うん、あ、そうですね、そうですよね、うん、マジで、いやいやいや、ほんとそれ、でもほんまに打ってそうかもしれないですね、あの、何かあったら困るからとか、そうそうそう、あ、なんかちょ調子悪いからとか、ありますよね、準備しとけってね、でも、大体10球からできるような肩の人って日本はないですよね、ないね、うん、だからアメリカ行ったね、まあ、メジャー行ってね、うん、でアルゾナでキャンプやった時にね、俺は外野の方で見てたんだ、うん、反対側で、なんか誰か具合悪くなったみたい、うん、で急遽ね、行くぞになってブルペンでね、うん、射地球投げてマウンド行って、うん、あ、こいつはメジャーで行けるわ、リーフやったら誰だったかな、そういう肩作りになるんですね、そうそう、だからあの調整方法によって早い、でもそれって東洋系の方があるじゃないですか、それも一緒なんですかね、筋力が違うとかあるじゃないですか、あのだけど作った筋肉が同じように作ってるんだけど強弱はあるよね、うん、あるけどね、投げたら休ます、投げたら休ますって、で日本はしょっちゅう投げてる、これはね、だからランニングではマラソンのような感じになる、あ、ずっとね、うん、休みなくずっと筋肉が疲れて、うん、100m ダッシュにはできないわけ、調整方法としてね、そういうのは俺はあのコーチやった時よくそういうやり方をさ、うん、したよ、大体投げてもんね、日本のブルペンはね、うん、もう大体パン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 としてる、ね、だから3日も4日も投げなかったらね、あのそれはたまには投げたいってもいいよっていう感じになるけど、うん、まあできるだけあのもう出来上がった方はあんまり使わせない方がいい、不安があるんですよね、多分ね、多分そうでしょうね、投げる方がね、そう、投げる方が不安があるというので、コーチが不安がある、背中でサボってるっていう感覚になってしまうんでしょうね、どうだろう、いやいや、やらして、やっぱしやらしてるとやっぱ安心するんでしょうね、うん、まあ、それはね、準備ができてるっていう、ベンチでもそうですよ、でいつできてるか、いつでもいいな、うん、そうでしょうね、うん、村上さんはドジャースに強かったんですか、強かった、でドジャースに高騰するんで、あの監督に村上を使うと殺すという脅迫状が届いたりとか、そう、あのね、はい、うん、FBI まで見張ってたっていう、あ、あった、すごい、すごい話だなと思って、それはね、シーズンが終わってから聞いた、へ、うん、ドジャースとね、もう1ゲーム、2ゲームで争った、その時に、実はね、あの4月だったかな、うん、あのキャンドルスティックパークでね、ドジャースになったの。うん、はい、サンディ・コーファックス、うん、でワン・マルシャルってエース同士、そのちょっと前にドレスデルって体の機能いたんだよ、ピッチャーが、はいはい、ね、これがね、なんかあのロサンゼルスの方の新聞記者なんかにね、いやジャイアンツ やっつけるのはね、ウーリー・マッコビーとウーリー・メイズをねノックダウンさせりゃいいってことはビーボールで、ね、当てりゃいいんだと、はい、ね、そういうなんか、うん、新聞出たらしいんだ、でそれをワン・マルシャルっていうのは見て聞いたかなんかしたのね、でその時にジャイアンツでやった2人とも投げ始めた、マルシャルは初回2点取られたかな、うん、でやって3回の裏にマルシャルがバタバタって、うん、コアツ第1球投げました、俺ブルペンじゃストライク覚えてないんだけど、うん、そしたらローズボールってキャッチャーが投げた時になんかこの辺のところをスッと稼るように投げたらしいんだ、はいはい、とその時にお前は俺にぶつけるんだったのかっていう感じで怒って、うんうん、振り向きざまバットでパカン殴った、そうだ、ここのとこ、ここは割れちゃって血がダラダラ、俺ブルペンから走ってきてさ、うん、みんなこうやってウィリー・メイズがな、うん、あれはローズボールって黒人のキャッチャーが、うん、抱えてさ止めに入ってね、うん、で、あのやったで2人とももうこれはローズボールはもう退場しなきゃ、ね、治療しなきゃ、うん、あのマルシャルも退場よ、うん、それで終わって、それでまたあのプレーボールになったよね、うん、コーファックスのカーブをさ、うん、ウリベースが逆転するよ、うん、で4回から別のピッチャーが8回まで投げて、それで9回に、ワンアウトだったかな、ピッチになって、それで俺が行って、うん、抑えてセーブして、うんうん、まあそんなこともあったんだけどね、うん、その後になんかこう争って俺が内容がいい、うん、そしたらなんか脅迫状が届いたみたいな、うん、だけど村上には絶対言うな、俺は知らないから、うん、でもなんか知らないけど1週間ぐらいは誰か俺を見張ってたみたい、 FBI って書いてありますね、なんか映画みたい、それぐらいやっぱりピッチャー、偉大なピッチャーですよね、うん、
あの行ったのも5月の頭じゃないって言って、日本じゃもう特に2年目はね、揉めたから。でそれから、本当はやっぱりメジャーリーグとして続けたかったんですよね。大谷選手は通訳を通さないで、自分の口で喋った方がいいんじゃないかとかね。だから、あの普通は喋ってる。だけど、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしく。